傷が傷害事件。ええ、今逮捕高齢化です。政治学者の乙部先生が切られた事件、ご存知でしょ。あれ、後ろがやったの。まあ、警察もね、いちいち逮捕したこと知らせませんし、少年犯罪なんで説明報道しませんから、ご存知なかったでしょうけど。ええ、及子さんの反応です。素直に犯行を認めているようですから、こういう延長はなく、家庭裁判所に送致ということになるでしょう。おそらくその頃には連絡が来ると思いますから、身元引き受けのこととか。そうか、俺んとこに来たんです。後ろ君、おじさまのあなたしか身寄りがないようなので。兄貴の旦那、後ろの父親ってのは極道でさ、後ろがガキの頃はどっか行っちまって、それっきり兄貴もとっくに死んじまったしね。後ろのやつなんてそんな大事なことしちゃったのか分かんないけど、俺は優しいやつなんだよ。そうですか。かわいそうなやつでもある。かわいそう。
てがっつり食べるスケッチャーズのスリップインズ。眼性疲労の人に聞きました。あなたの症状はどれ？しょぼしょぼ？どや？目の奥がずっと重くて。そこで銀のアリでもそれぞれの眼性疲労をみんな聞く。まずはお試しトライアルサイズ。どこへもやってませんよ。
決めないと。上の反発は花から予想していたはず。当然覚悟はあったでしょうね。確かに。いいか。
杉村匠海だろうさ。どうやらお杉のヒップワードのプロデューサーですよ。あの番組のプロデューサー殺されたのか。なんで会社設立間近だってことですか。そのお杉で会社設立って独立したってことか。あの番組が原因で局を追われたらしいですよ。確かに今時じゃかなり思い切った番組でしたからね。先輩もあの番組放送された時力をもらったって言ってたじゃないですか。政界グループの捜査に世論の後押しを不可欠だろうな。あの番組はその世論を喚起してもらった。ありがたかったよ。1080円。
しません。一般道一時停止待ち伏せエリアに注意してください。それはわからん。お前は赤子いた。よしよし、誰が欲しいだってよ。すいません、ミスター。前の思い上がりは今に始まったことではないが、昨今は目に余る。警視庁の名探偵とか言われて調子に乗ってんじゃないのか。調子になど、そもそも誰が僕を名探偵だと。この先、一般道、その他待ち伏せエリアに注意してください。こういうことがない。